明日どうしよっかなえああ、明日ほら、あれ。デート。うん。俺デートなんでね。あ、お前もデートするのいつあ、お前は来週えぇー。珍しいね。え、あんまないよね。だよね。えぇー。お前大丈夫か ちゃんとおごれやー。あったりめじゃん。おごんに決まってんじゃん、そんなの。気遣わせるかなと思って、どういうこと気遣わせるってどういうこと <laughs> ちょっとそれわかんないけど、おごるに決まってんじゃん。おごられた方が嬉しいっしょ、誰でも。お前大丈夫かーお前は ま、ちゃんと車道側歩けよ当たりめえじゃん。いや、こんなの初歩中の初歩でしょだって危ねえじゃん、車来るから。おいおいおい、不安だな、おま <laughs> おまあと、ま、段差とかあったらちゃんと手差し伸べろよ当たりめえじゃん。 転んだらどうすんだよ。女の子は高い靴とか履いてっからさ、つまずきやすいんだよ。そういうとこちゃんとしろよ。うん、つーかさ、お前もっと俺に聞けよ、そういうこと。お前自分だけで処理しようとすんなって。<laughs> お前、何んでお前、来週だっけうどこ行くとか決まってんの 映画館映画館か。映画館ならまだセーフかな。うーん、いやだからね。プラネタリウムとかアウトだから。そりゃそうだよ、お前。あんな暗いとこ連れてってみ下心あんじゃねえかと思っちゃうから。お前、これ常識だぞ。お前、それぐらいの知識は得とこうよ。 そういうもんだと女の子が暗いとこ連れてったら下心あんじゃねえかなと思っちゃうから。映画館はギリ、もうセーフよ。もうまあまあ、もうみんな行ってるからね。うん。一回目のデートでブランドリーム会うと当たりめえじゃん、おまで、そんな、何お前。その後、飯とか決まってんの飯はまだ決まってないんだ。お前、餃子とかダメだぞあった。 そんんなのだって臭いじゃん女の子は臭い料理嫌いだから。気にすっからそういうの。だからまあ、餃子とか、まあ、ちょっとカレーとかね。あと焼肉うん、あと韓国料理この辺女の子はもう全部嫌いだから。そうだよこんなの好きなやついるわけねえじゃん。韓国料理好きっってたのその子が ほんとかそれちょっと変わってんね。ああ、それはちょっと変わった子だ。まあ、でも避けといた方が無駄。ああ。そんな丸だぞ。ちゃんと家まで送れよー。いやいやいや、家までだ、家まで。駅までじゃなくて家まで。うん、怖いってどういうこと別に怖くないでしょ。 一人で歩く方が怖いんだから。ちゃんと家まで送り届けないと。あったりめえじゃん。お前、女の扱い知らなすぎ。大丈夫本当に。ねん <laughs> つうか、そもそもさ、お前不安だな。え、どんな格好で行こうと思ってるお前、パーカーはダメだって。フードついてんのダメだって、そんなの。 お前迷ったらジャケットで言っとけ。ジャケット一枚羽織っとけ。もう安いのとかエイちゃんでもあるから。もうそんなんさっと買ってさ、ジャケット一枚羽織っとけば間違いないから。お前不安だわ。お前、お前もしあれだったら明日の俺のデート勉強しに来るか お,お疲れえタバコダメだった